どうもグリズンです。それでは今回もアンチャーテッドの方やっていきましょう。こっちですよね。あ、なんか、あ、戻ってないますね。でも多分大丈夫かな。最後の来てない。しっかり見てろよ。これどうやって登るんだっけ。バツか。で、これか。OK。あー、武器。武器欲しかったな。みんなどこへ行った。ナザレビッチと一緒にあのじいさんを修道院へ連れて行った。なるほど。なんか、ラザレビッチでしたっけ？が、なんか、修道院に向かったそうですね。やべやべ。大丈夫だよね、これ。バレてないよね。お今、武器持ってなかったんだ、今まで。そっか。あ、いますね。やばい。あ、もうバレた。まずいまずい。違う違う。どうやって隠れるんだっけ。あ、これか。このゲームもね、あの、やばいやばい。いや、まずい。やばいやばい、来た。死んじゃう、死んじゃう。まずいまずい、あいつ、グレネード投げようとしてた。で、リロードはこれ。オッケーオッケー。よし。おお、なんだよ、いたのかい。すごい声だ。ああって。ね、まあ実際ね、あんな風に声を上げるんでしょうかね、人。まあ僕ちょいちょい話してますけど、あのブラジルで生まれてね、あの12歳まで向こうにいたんですけど。まあ、Facebook とかでね、あの当時、向こうで、お付き合いのあった方、隣に住んでた方とか、あと親戚とかね、とつながってて、まあ、それでね、Facebook っていろんなニュース流れたりとかね、まあ、Twitter みたいにリツイートしたりとかできるじゃないですか。それでね、あのブラジルで起きた事件だったりニュースが、お、またか、どうしようかな。これでも強いんだよね、クロスボウって。一発で倒せるから、3発か、まあ、3人倒せる、うまくいけばまあ僕の腕なんでね。これどうやってしゃがむんだっけか。これしゃがめないんだっけ。これ歩きながら、あ、これ引っかかってんのか。もしあいつやれる。こいつもやっちゃおう。で、あとあいつも。よし。で、これ拾おう。さっき持ってた武器を。まあ、それでですね、向こうって、結構そういう新聞にしてもテレビにしてもね、日本みたいに衝撃的な映像でもね、結構こう普通に流れたりするんですよね。で、あ、やばいやばい、うお、危ない危ない。そうで、まあ流れるわけですよ。あんまり見たくはないんですけどね、勝手に流れてくるんで、その銃撃戦だったりね、いろいろ流れてくるんですよね。だからまあ動画を通してですけどね、そういう映像っていうのは見たことがあって、人ってね、こう撃たれる時って案外こう静かに倒れていくんですよね。あれ、この人どうしたんだろうみたいなね。なんかこう映画だったりね、こうゲームみたいに撃たれた瞬間にこう体、ああマジで？もう死んじゃう？スナイパー？スナイパーがいるの？お、マジか。しかも、俺が殺した3人、
生き返ってるし。凍えそうだ。凍えそうだ。これどうやってやるんだっけか。こうか。オッケー。あいつも倒そう。お、すごいねこれ。すごい倒し方するな。本当に。やべ。ダメだ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。どこだ、砂。砂いるんだよ、どっかに。グレネードだ。やばい。あ、こっちにもグレネード。ショットガン持ってるやついるな。あー、こいつ、あ、ごっついのがいるのか。食らいやがれ。ちょ、こっちからも撃たれてる。まずいな、ちょっと待って。いや、ごっついのまだ生きてるな。わあ、ちょっと待て。死ぬ死ぬ。これで終わりだ。まずいまずい。やべ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 。これ忙しいな。え、ちょっと待って、逆からも撃たれてんだけど。こいつか。さすが褒められましたね、今エレナに。ああ、あそこにマシンガンがあるわ。え、どこ。ちょあるって。まあ教えてくれてありがとう。どこにあるのかはわからないけど。あー、くそ。あー、いた、砂。やっぱいたんだ。あー、移動しやがった。あ、ちょっと待って。うわー、ちょっとガスボンベに夢中になっちゃったよ。あ、でもさっきと違うな。え、だいぶ進んでるけどこれ。いやいやいや、あれか、あれがあるのか。ちょっと待って、あそこに銃があるな。OK。踏んで持っていて。これぜ、グレネード届かないよね、これ。見えない。まあ、届かないね、これ。あ、な、あ、投げちゃったよ。もったいね。え、まだある？あ、もうないのか。さあ、これどうする。あっちまで行けば大丈夫そうですよね。ちょっとあっち行こう。わーい。ほら、やばいやばい、死ぬ。その奴ら両側にいる。あ、これ行けますね、こっちから。あ、探せ。あ、気づいてない。私はここだ。3人いるね。どうしよう、これ。エレナを撃ってんのか。よし。まずいまずい。ちょっと待って。死ぬ。ああ、はははじゃないよ。この時点では、まだ出てきてないんですけど、他のやつここ行くと出てくるんですよね。待てよ待てよ。うわー、たどり着く前に死んだ。なんてこった。これ他に行き、他に行き方あれば。お、グレネード。これ川を泳いでいけないしね、多分死んじゃうから。なんかそう、撃ってるやつ見えればね、そこを狙って撃てるんですよ。ちょっと待って、一回ここ、あ、分かった、これか。これ前あったな。これ押して進むのか。オッケーオッケー。
ンジャンプだ。危ねえ、今川に落ちそうになった。来ましたね。ここから狙っていけばいいんじゃないかな。ショットガンじゃない。オッケー。よし。あ、それはちょっとまずいんじゃないか。じゃあお前らも食らうか、これ。ちょっと2人一緒のとこにいてほしいんだけどな。よし、いいんじゃない。ちょっと投げてみよう。よし、1人やったよ。あともう1人だ。あ、もう1人もやった。あ、やったっぽいっすね。行きましょう。何？あ、ショットガンか。わあ、いる。来いよ。来いよ。やった。おお、やっぱ強いっすね、ショットガンは。強いけど近くないと意味ないんでね。よし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 、ここまで来れたよ。いましたよね、今。見えたよ。ちょっと出てこいよ。いた。この銃も強いんですよね。これ拾おうか。これ今何持ってんだっけ。あ、ショットガンか。じゃあこっちにかよ。よし、で、あいつを後ろからやっつけちゃいましょう。おお、なんだなんだ、どこ。待て。よし、これでエレナ来れるんじゃないか。そのまま行け。すごい向こうからね。あ、やばい。行け行け。来た。しかもごっついのが来た。ごっついの強いね。これで撃っても、ああ、砂は、いや、砂は嫌よ。あれ、これ当たったよ。やばいやばい、いっぱい来たぞ。これ無限じゃないんでね。無限だったらいいんですけど。わあ、ごっついのも来た。え、まずいまずい。これなんかまずいよ。これ死にそうなんだけど。あ、死んだ。ゆっくり死にましたね、これ。そのまま行け。あ、ちょっと待って。行け行け。オッケーオッケーオッケー。強いこいつ。おららら、お前ら。やばいやばい、グレネード。え、どっから撃って。まずいまずいまずい、ちょっと待て、死ぬ。超強いこいつら。うわー。なんで。だってさ、これ縦になってんじゃないの。なんで食らうの。そのまま行け。行け行け。おら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 。おらおら。ほら、くらいくらい。頭の方を狙っていけばね、多分すぐ倒せるんですよ。OK、OK、OK。お、いいんじゃない？頭なくなっちゃった。あ、まだいる。ちょっと待って。いや、ちょっと待って。ショットか。惜しい。惜しかったよね、今。あと一人だったのに。くっそー。ちょ
ちょっと今の悔しいよ。すな。いやこれまずいな。もうすでに今の時点で死にそうなんだけど、ちょ一回回復しよう。頭の方を狙う。頭を狙う。死にそう。よし、よし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 。いいよ。いいよ。もういない？起きよ。ああ、よかった。じゃあ行こう。いやーこれね、あ、これか。二人でやんなきゃいけないって感じか。結構大変。抑えてるから先に逃げ。別にね、普通にあの収録とかねじゃなくて普通にやる分にはねまだいいんですけどね、こう収録ってなるとねあんまりこう死にまくると、あの針を渡るしかなさそうだ。さすがにちょっと焦ってきますよね。どうやって行くんだ。向こうに下に見えるのはロープかしら。んよし待ってろ、俺が下からロープを投げる。下からロープ、ちょ待って、どうやって下に行くのこれ。これこのまま降りたら死んじゃうよね。ちょっと、あの赤いやつを使うのかな。ちょこっちから行ってみましょう。ああなんかあるね、下の方に。はいはいはい、なるほど。おお危ない。おおおマジかよ、怖い怖い。でこっちか。ああロープならここだ。うん、取れ。掴んだわ。ナイスキャッチ。でどうやって来るんだ。どこから。なんかロープが降りる音は聞こえたけど。よし、ついてこい。怖っ。これかな。これエレナ大丈夫。これはエレナ来れないよね。わかりやすいですねこれ。仕掛けが連打。あれ、重すぎる。一人じゃ絶対無理だ。あ、一人じゃ無理。エレナがいないとダメか。でじゃあどうするんだこれ。エレナあそこで待ってます。頑張ってジャンプしろ、捕まえるから。マジか。捕まえたぞ。エレナもね普通にオッケーって言ってるけど生きるか死ぬか結構大変ですよね。ちょっと待ってくださいね。はい、行きましょう。来い、こっちだ。オッケー、手を貸せ、押すぞ。いいぞ。うん、さあこれで登る。エレナいいですよね、あんまり文句言わずにね、こう軽い感じでオッケーみたいな言ってくれるんで。気をつけろ、この板どれくらい古いんだろうな。ね、すごい古そうですけど怖っ。ほんと怖いな。また？あ、本当だ、ありますね。っていうエレナどこにいんの。もう、あ、もう上にいるし。